異次元の少子化対策を掲げる岸田総理大臣は子育てを社会全体で支える機運を高めるため子供や育児中の家庭を応援する国民運動をスタートしました子供・子育てというのはうんこんなに、えー、っと素晴らしいけれど大変なんだということをみんなで理解して、えー、みんなで応援しようという社会の雰囲気を作っていくことが大事だと。 子ども家庭庁は子どもを子育てに優しい社会づくりのための意識改革に向けた取り組みとして各地でシンポジウムを開いたり SNS を活用した情報発信などを展開しますキックオフイベントには岸田総理に加え元なでしこジャパンで2月に出産した丸山香里奈さんらが出席しました丸山さんは新幹線を使いたいけど 子どもが泣いて困るので難しいといった悩みや、行政の窓口で乳児を連れている人は待ち時間をちょっと短くしてほしいなどと打ち明けました。政府は少子化対策の一環として、子ども連れの人を施設などで優先する子どもファストトラックの取り組みを推進しています。国立美術館の7施設で夏休み時期の7月から9月にかけて新たにスタートするほか、 今後、J リーグの試合でもスタジアムの入場時やトイレなどで導入される予定です。